戦闘開始。ありがとうございました。三代目火影様。俺は勝利を収めた。だが、ここで必要なのはそんなことではないと、もう分かっていた。三代目様は拳を通して、俺の意志と覚悟、そして俺の背負うものを確かめに来たのだ。戦いの後、三代目様は優しく微笑み、その場から去っていった。ここから俺は四代目火影として歩み出した。火影の日々は俺にとってかけがえのないものだった。人々の笑顔が嬉しかった。みんなの幸せが俺の幸せだった。だが九尾の出現、突然の襲撃に里は混乱し、壊滅的な被害を受けた。俺は九尾を操っている者がいると分かり、黒幕を探し当てるため奔走した。そして戦闘開始。たまるない。予想通りこいつの正体も気になるが、でも今は九尾を止めなければ。
仮面の男は何とか退けることができたが、最後の最後まで、あの男には余裕が感じられた。間違いなく、後の世界に災いをもたらすものだ。九尾を封じ、そして、あの男へ対抗できる力を持つ。それを成すためには、俺が取るべき方法は一つしかなかった。それは息子に九尾を封印し人中力とすること。俺の息子なら人中力として未来を切り開いてくれる。あの男にも立ち向かっていける。あの時なぜかそう確信した。そしてそれが親として子供に残せる唯一のものになった。俺が四代目ホカゲとして背負っていた様々な意志、それをナルト、すべてお前に託す。お前ならできるはずだ。なぜならお前は俺の息子だ。面の男？そいつが、父ちゃんは？後悔はない、と言えば嘘になる。仮面の男によって、里は破壊され、そして結果として、お前を一人きりにしてしまったんだからね。でもね、あの時の俺は、少なからず満足感があったのは事実だよ。なんで最も大切なものを守ることができたからね。大切なもの、それって？もちろん、ナルト、お前のことだよ。お前は俺の子供だ。俺と母さんにとって一番大切な、大切な息子だ。お前が元気に生きてくれている、それだけで俺も母さんもすごく嬉しいんだ。それに様々な人たちの期待を背負って意志を抱いて前に進んでいる。俺はそんなお前を誇りに思う。お前の戦いはまだ終わらないだろう。これから先も苦しいことや辛いことがたくさんある。父としてお前と共に生き、お前と共に進むことができないのは残念だ。だけどナルト、俺はお前を信じてる。うん、俺は負けねえ。これからもずっとずっと前に進んでみせる。絶対に諦めねえ。まっすぐ自分の言葉を曲げねえ。それが俺の人道だ。それに、俺っては父ちゃんの息子なんだし。あとのことは頼んだよ。父ちゃん。さて、そろそろ時間だな。俺のチャクラにつきかけて。そんな顔するな。俺はいつもお前と共にある。言ったろ、いろんな意志がお前の中にあるって。いつでもお前のそばに、いつでも俺はお前を応援している。いつでも一緒だ。
ナルト、俺の息子に生まれてきてくれてありがとう。